はい、どうも、はい、どうも。国はお茶ね、はい、それで政治的発言はしてないから、はい、おごりじゃないよ。あ、でも今日都政の話してましたよね。都政の話だってお前が振ったんじゃねえかよ。罠にはまっただけだろ。そういうのはダメだから、じゃあ一杯で。すがこのね、お弁当様が上にある時間から飲む酒ってのはうまいね。ゲソ、イカのゲソ。どうすか。うまいよこれさ。この爪はね、ハマグリ煮たやつとかね、イカ煮たやつとかね、あとホタテ煮たやつね。で、その煮汁があるんだね。で、その煮汁を全部足して、それで煮詰めてトロトロにする。それが煮詰め。だから両方味わってみると、ハマグリの香りがしたりとか、ホタテの香りがしたりとかさ、イカの香りがしたりとか。これもじゃあ店ごとに全然違う。そう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 。だから俺んちにもこれある、うん、ワンカップぐらいにね溜まってる。だから面白いの、イカ煮た後にやるとイカの香りだったりとか。今なんかこの間ホタテ煮たからさ、今ホタテ臭が強い。あ、そうだ、誕生日じゃない。おめでとうございます。おごってくれるの。おめでとう寿司。58、還暦まであと2年。いや、なんちゃうね。だから若い人ね、言っとくけどね、人生は短いよ。好きなこといっぱいやっといたらいいよ。本当にタチウオ。お前食べてみたらうまいよこれ。ポン酢、もみじおろし、そしてタチウオの皮目をさっと炙ってあるんですよね。あ、炙ってあるんですね。炙ったんだよ。うまいよ。だから油が出てよ。うまい。なるほど。やっぱり魚っていうのは皮目がうまいんだよ。皮目うまいですね、うん、だからこの皮目をさっと炙ってね、おいしく食べるっていうのはありだね。うまいな。いや、久しぶりにタチ食ったけど、タチうまいね。なあ、これね、でもタチはね、俺ね、焼いて食うのが好きなの。うん、焼きがいいでしょ。焼いて食うと本当美味しいよ。これ美味しい。ほんとこのうめえ魚が食いて始めてからさ、俺腹出っ張ってるの目立っちゃってしょうがってな。ピシピシのやつ着てるからさ。いやいや、だって今ピシピシのしか売ってねえじゃねえかよ。逆にもっとピチピチ着ちゃえばいい。腹出しちゃって。そうそう。そうか、開き直って。仕事あるんですよね、この後。バレてないと思ってるでしょ。バレてますから。そうかな。バレる。いや、うまいな。やっぱりね、この撮影があるとね、普段寿司屋なんて僕は来ないからね。誰？僕。いや、嘘つけ。だって俺、普段は前だよ。ほら、ラーメン屋だよ。龍寿司、月何回が来るんですか。月12回ぐらい。結構来てんな。僕豊洲に来たら結構な頻度で来たんです。 100% ですね、君の場合。ね。あら、これは何ですか。サンマ。サンマ。まあ一応形式だよな。サンマ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 。うまい。いや、でもね、サンマ刺身にするのはね、あんまり脂っこくない方がうまいんだよ。だから脂っこくねえからな、今年はな。だからうまいんだよ。なるほど。うん、まあ、でもサンマやっぱ脂ないね。ねえ。あ、つま。そう、つま。そうじゃねえだろ。え、いやいや違う違う、大根見せて。あ、大根見せて、うん、これね。それがツマ。これもツマですもんね。そう、ツマ。これもツマ屋さんだ。そうそう。これも売ってた。あ、これ全部じゃん。そう、全部ツマ屋さん。おお、うん。
僕は妻は2回目。あ、そうだ、妻屋さん行ってね思ったけど、みんなね妻って残すんだよ。うん、妻もちゃんと食べなさい。俺絶対食いますよ。いやいや、今そうやって食ってる人はいいんだけど、食わない人の方が多いんだよ。そう、あー、うまいやすごいね、もう。え？ずっとずっとこんな感じなんでしょ。何が？いや、お菓子に入ってから俺、うん、いや、若い頃は一生懸命仕事してたよ。今してないの？あんまし。でもさ、昔にいるとさ、こうやって美味しいの知っちゃってさ、ありがたいよ。確かにね。人生としては。だってさ、やっぱ専門じゃない人って知らないことって多いじゃない、うん、で、俺らそういうの知り尽くしてるわけ。いや、だからそうです。生田さんの当たり前は僕らの当たり前じゃないですからね。で、それが食べ物の美味しい世界っていう部分を知っちゃってるっていうのは本当にこれはありがたい話ですね。だから他の人より多分その人生の豊かさっていうことにおいてはかなりいい線いってるところだよ。あ、まあ、だって特に天然の魚を食べてさ、季節で味わってるってこんなのないから。しかもね、市場だと別に魚だけじゃないですもんね。そう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 、さっきねチーズ屋さんも行ってみたり、海苔屋さん行ってみたりとかさ、でそういうのがまた季節によって変わるっていうのを知っちゃうわけ。でやっちゃばがあるじゃないですか。でもそうそうそう、あ、そうだ、八百屋が。そうですよ、チーズ屋よりやっちゃばですよ。そうだよな、八百屋だよな。結局あそこって一番新鮮なものがあるわけじゃないですか。そう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 、ね、だから張りが違いますよね。そうなんだよ、だからよ、ゆり根があったりとかよ、今の季節ならではのね、ゆり根があったりとか、あと栗があったりとか、であと松茸があって、それで松茸もつぼみと開きっていうのがあって、それっていうのは使い分けしてこうやって食うんだよな、そういうことみんな知らねえから、ね、でそれを知ってて、あの松茸なんてさ開いてるのはよくねえやなって普通の人は言うわけ、だけど開いたら開いたんで料理のやりようなんていうか腕なんですね。ねえ、だからそういうのを知っちゃってんのが楽しいよ。じゃあ何見ろって言うんだよ。はい、ありがとうございます。ご飯だ、ご飯だ、うまそう、うまいよ。おいしい。いや、うまいね。まずね、やわらかいの。これここまで柔らかくさ、これ脂身が甘みもある。深刻全然違いますね。あとどういうかな、これハマグリ。いい浜ですよ、ね、いい浜。でもね、お寿司っていうとね、ご飯の上に生魚を食ってるっていう感じで、ね、そうじゃないのか、お寿司って。嫌だよ。嫌だよ。嫌だよ。甘い梅にね、ハマグリの香りがあって、うん、そこにわさびにしょっとくるわけ。芸術だね。シャコ、ブタさん、シャコ好きっすよ。シャコ好きだよ。英語で言うとガレージシャコ、英語で言うとガレージ。2回言った。もう入ってまいっすか。シャコ、これさ、シャコってさ、なんかエビとなんかカニのなんかあれみたいな感じでね、いいとこ取りってるよね、こいつ。でもシャコって知ってる、すんげえこいつ海の中で悪いやつ。ほいで相手を食べるときにどうやるかっていうと、パンチするんですね。相手をバーンと叩くんですね。
叩いて相手の機嫌してるところをバクッと打つ。そうなんですか、うん。あ、そうだ、小肌巻こうよ。小肌巻いてくれよ、ガリ入れて。小肌巻くの？うまいよ。香りがいいな。小肌巻きなんか初めて見た。あ、食べないじゃん。しょうがない、1個だけやるよ。美味しいよ、本当に。あ、うまかったな、小肌巻き。小肌はうまいな、やっぱし今一番うめえな、小肌な。マグロ、マグロ、マグロ、うまい、うまい、うまい。だって味の濃いもん食わすときは素人は満足するんだよな。出た、のどぐろ。のどぐろ黄身みたいだよ、こってりしてて。のどぐろ、カーメン見せなきゃ、カーメン。あれ、やった。どうですか、ほら、そうそう、こういう味の濃いものの油あるものは素人はこういうの食らってる。いや、最高っすね。うん、うん、こういうのは素人に食らってもあんまり一般にしてくれない。おいしい。何ですか、おほほい、赤貝、イサキ、赤貝、柔らかい。あ、そう、うん、赤貝もこれからだもんね。これからだよね。これからもっとよく貝好きにはたまらない。貝好きにはたまんねえよ。だから12月だ、俺ね、毎年ね、クレーン頼んどくの。うん、何を？赤貝。ああ、生きてる赤貝をあの殻のまんま頼んどくのね。へえ、うん、でね、お正月に食べる。ないよ、あの頃の赤貝って。三田さん、正月ずっと飲んでるから。ずっと飲んでる。いや、正月だけじゃねえ、一年中飲んでる。そうね。うん、だらしないね。イサキ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 うまいよ。ありがとうございます。1000円で。すいません。すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。赤貝じゃねえや、俺、これ。黄色いの。黄色いの。だって魚だもん、卵焼きなんて分かんなくていいじゃん。卵、エビ、うまい、エビ、うまい、エビ、エビ、目の下まで食える、バリバリ。カシワツキ、頭、うわチューチューするんだよ。そう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 、うるせえ親父だな、チンチ食い方はね。でもチューチューすると美味しいだろ。うん、最高だな。やろう、よかった。これ皮が上になったんだ。こういう出し方する穴子、玉ねぎで皮のこのとろとろさね、うん、それを味わわせるっていうね。あんましねえんだよ、普通のとこはね。皮を裏返して出すから。皮が表になってます。だからほら、これよく見るとさ、こうやって点点点が見えるだろ。うん、でね、穴子ってね、測り目って言うんだよ、うん、別名、はい、だから要は定規と同じ、定規の目盛りと同じで測り目って言うんだから。ほらほら、これ溶けちゃうんだよ、ここ。ほらほら、毎回同じこと言ってる。いや、ほんとうまいね。やってみろよ、お前もよ。あんなのがきってねえで、この野郎。いや、のがき言ってんの、俺じゃねえ。ああ、ほかほか。うまいな。あ、最高。うん。でも、ほんとよく飽きねえよな、こういうの食べてな。うん。いや、だから飽きないような味なんですよね。そうなんだな。だから面白いのは、前にさ、穴子丼とうな丼を食い比べたことある。穴子丼って飽きるよね。うな丼は飽きない。ああ、面白いもんだなと思ったよ。穴子はね、やっぱ濃すぎんだ、味が。ああ、そういうこと。だから握りの方が美味しい。
だからイワシとサンマなんかもそうだよ。イワシを焼いたもんっていうのはもうね、一匹食ったらもういいや。サンマっていうのは食えんだよまだ。ですね。うん。だから面白いんだよそれ。あ、ぐるぐる。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 うまい。うま。海苔が。海苔やんないと。美味しかった。お腹いっぱいで。お疲れ様です。いや、いいっすね。